皆さんおはようございます。星空写真家タイムラプスクリエイター成沢です。今霧ヶ峰に来ております。ちょうどね、今何時、朝5時でございます。寒いな、こういう感じですね。こう綺麗ですよ、やっぱりこうやって星撮ってホーリーグレール撮ってっていう感じ。はい、で今日はですね、 Vlog でございます。今、長野県の霧ヶ峰にいるわけですけども、原村星祭りで、いつも利用するですね、星好きのオーナーが運営してるペンションがあるんですよ。ペンションイルエルって言うんですけど、そこがですね、やっぱ今ね、コロナの影響で全然お客さんが来ないっていうことで、で、ちょっとね、数人で、まあそちらに一旦宿泊しに行きましょうと、お金を落としてあげたいんですよね。お金を落としてあげたいんですけど、やっぱ感染症対策が怖いし、まああちこちでね、やっぱりその関東、まあ埼玉あたりから、まあ複数、20代から40代が来るわけですから、怖いと思うので、夕食なしにしたんですよ。夕食はなしにして、本当に素泊まりっていうか、泊まって、ちょっとオーナーと、お話を、会話を楽しむというか、そういうレベルの宿泊プランにしましょうっていうことでやったんですけど、お世話になったペンションなんで、ちょっとでもね、そういう売り上げに貢献できればっていうことで、みんなで、宿泊&星ツアーという流れにしました。まあ、とりあえず今は、まだ撮影するんですけど、あっちから太陽が昇ってきて、多分ね、あそこの、あれなんだろう、南アルプスなのかな、あれが、ヴィーナスベルトが落ちて赤く染まると思うんで、うん。あっちめっちゃ晴れてるからさ、多分ヴィーナスベルトが今日出ると思うんですよ。こっちに。で、雲もこっちあるから、いい感じでピンクに焼けんじゃないかなと思うんで。というわけで、今日も行ってみましょう。すごいですよ。これ今 Z5 使ってたんですけどね。Z5。撮影終わった瞬間に、もうこういうのがね、見れるんですよ。なんかちょっとピンボケしますけど。撮影終了後にすぐこうやってタイムラプス動画生成できるって、すげえなと思って。エントリーモデルにしては、上出来すぎますね、こいつね。じゃあ、あと3分でーす。Hey Siri。タイマー3分鳴らして。はい、タイマーを3分にセットしました。おうち。お散歩とか。消してくか。あー、あったかい。もう触っただけだったかい。
使い終わったカイロはこれダッシュ効果があるんで、このなんか靴とか機材の中とかに入れておくとねいいっすよ。この後はお風呂に入って体をきれいにしてからお友達に会いに行こうと思います。すごいとこだな霧ヶ峰。温泉に着きました。それじゃあさっぱりしていきたいと思います。さっぱりしました。さっぱりした。桜すごい綺麗です。めっちゃ綺麗。なあなあ、まだ咲いてるんだね。桜トンネルだ。ちょっと動画撮ろうかな。雲が出てたらまた霧ヶ峰に行ってタイムラプス撮ろうかなと思ったんですけど、全然雲出てないから動画撮ろうかな。じゃあより疲れた疲れた。霧ヶ峰に行ってライアンしていきましょうかね。じゃあ体が小さいとね、こういう時ほんと便利なんですよね。よいしょ、めちゃくちゃ持ってるほら、いい感じの雲が出てきてる。やるか。行きますか、じゃあ。よし。青い家がペンションイルエルだと思いますね。あ、これだこれ、ほら、あ、着いた着いた着いた。こんにちは。
こんにちは。あ、どうもどうも。お世話になります。こんにちは。どうもどうもどうも。え？ナイターさんだった。いや、途中眠くなって寝ちゃった。ごめんごめん。自分の違った人って。ありがとうございます。あ、ちゃんとセットになってる。ありがとうございます。え？あ、コーヒーもらおうかな。ありがとうございます。いつ撮影したやつですか？いつ頃撮影したんですか？もうここに来て40年近く経つから、その間でポチ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 撮ったり、最近はもう年は年でね、寒いのも弱くてさ。みんな同じですよ。だって私今年80だからね。え、80ですか？あれ全然見えない。ありがとうございます。え、そうですか？皆さんそう言ってくれたけども、80ですか？そうだ、初めてお会いしたのから全然変わってない気がします。いや、全然変わってない。時間軸が飛んで申し訳ございません。そう、あの後ですね、ちょっと撮り忘れてたんですけど、みんなで星の撮影をしました。このペンションイルエルのこの裏側ですね、ここがテニスコートになっていて、さっきまでここでみんなで星を撮っていました。はい。で、周りに街灯はあるんですけど、天体写真を撮る分にはもう十分な暗さでして、じゃあ昨日今日と2日間にわたって、撮影 Vlog をお送りしました。八ヶ岳が見え、テニスコートからは八ヶ岳が見えます。とりあえずね、このペンションイルエルのオーナーが、元気な姿を見れたので、とりあえずほっとしたっていう感じですかね。もう私たちにできるのはこういうビビたるお手伝いしかできないですけども、なるべく万全な策を施しながらね、こういう今までやっていた普通のことっていうのをできるように心がけたいなと思います。まあ、早くこの状況が良くなりますように。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。いいです。